はい、今日はパパが洗濯物干してます。ママ今会議行ったんですね。で、ちょっと事件が起こったんで緊急で動画を回してます。あやはやチャンネル。まずはやの体操服なんですけど、これなんかあいつ自然のとか言ってますけど、これ絶対習字つけてますよね。汚ねえな。で、問題はですね、あやさんの洗濯物のネットから赤ペンが出てきたんですよ。まさに事件じゃないですかこれ。なんで、あやさんの洗濯物の中からで体操服がこれ。あやさんおかしくない？あやのボールペンをさ、まあ間違いが入ったりしてさ、いや入れたけど。で、これ誰のペン？私のやけど。ほら、私のやだけど。ママが今すぐ落としてと。おい、自分で落とさんと落ちひんよこれが。とりあえず洗いましょうかこれ。いや、これマジで買い替えな、変体操服。どうすんのや、あれ洗濯場所に来ました。いいよね、ママ全く分かってないから。こうやって指示だけ送ってくるんすよ、あやにやらせる、うん、はい、ご指名です。あややってください。あややれと。もうまずはやからやろうか。ボイラーつけよう。これな、こじれに聞くんだよ。洗剤だって。もうちょっとお前は触るな。もうあ、何しようわよ。どうすんのこんな汚して。これいいって言ったよ。浮かれるなよ体操服。もうないよこれ。ちゃんは問題は姉ちゃんがこれどうするんですか。ああいや、これもうあやの無理じゃないかな。一応落としても若干残るって感じ。はやのは汚れとってもいいんやけど。別に、あ、もうほとんど消えた。お兄さんですか。頑張れ。意外と楽しいよ。誰が赤ペン入れるのそんなところ。入れてねえもん。あやちゃんだって帰ってから筆もかけてないって言ってんの。じゃあなんでそんなもん混入すんの。知らねえよ。誰かはね、ボールペンね、洗濯に。いやいや、落ちる。だらけね。あのね、洗剤あるやつ。うるさい。カード絶対入れたよな。触ったの。触ってない。もえ、あたしのね、クレバコ開けてないよ。なぜ体操服のところにペンが入るの。知らねえよ。開けてない。あたしね、クレバコ開けてないよ。私も。もう開けてないと。あやも開けとらんもん。じゃ誰が入れるのそんなところに。知らねえよ。私知ったよ。これあやのやろ。いや無理だろうな。あのね、ママに怒られたみたい。ねえ、落ちるってね。いやママもわからんも洗濯物のことは。もう嫌よ。私もね、ぼ、私ね、筆箱を開けてないよな。何？ねえ。はい、あや洗濯拒否しました。ねえ、あやさん、今日やらないといけないことあるんですよ。うん。何ですか？アクスタ。あんた、それを優先させていいの？それ？みかん買えた。昨日の大惨事放置でいいんですか？ああ、買ってきて。うち部活に取るで。買ってきてじゃないやろ。せーの、さ、わざとじゃないにしろさ。わざとじゃない。あなたのミスでしょ？え、うちじゃないもん、ガチで。じゃあ誰のペンよ。あらしないけど。うちが突っ込んだけど。あなたでしかありえないことを。違う、うちのペンやけど。どう。でもあなたの袋の中に入ってたらしいよ。どう。うちのせいじゃない。やってないもん。全員やらかしたらもう自分のお小遣いから。いやいや、やってないのにどうやって分かんの。
ちなみにお洋服3000円近くします。切ってる今日ね、前代未聞やろ。持ってって、こっちが前代未聞だわ。1ヶ月分の小遣いやん。普通にママさ、会議でさ、出かけてったと思ったらさ、あやの服あの染まってるけどって言われて、はぁーとか言って、そう、パパに聞いたんで、なんか、あや大丈夫この服、なんか、見れないけど切れてバビエじゃねえよ。じゃねえよ。で、こっちゃ。まあ、とりあえず、そんな感じで。買ってきて。買いに行きます。部活の帰りに買いに行きましょう。来ましたよ。どこ制服屋さん。はい。体操服一着買いに行きました。ああ。ああ。え、皿までもらえるの？まあ、多分、体操服もらえると思うけど、あれば。ただ、名札は、別注文になるんで、また取りに行くのか。ここのさ、服屋さんさ、昼からしかやってないんだって。うん、はい、じゃあ行きましょう。2800円。いや、2800円。はい、あやさん、はい、体操服ゲットしました。はい、なんですけど、ね、ゼッケン来るの木曜日だそうです。やばいやばい。木曜日だそうです。木曜日なので、なんか難しいみたいな。はい、なので、まあまあ、不幸中の幸いで、冬なので半袖になることはないんで、なんとかごまかしてください。で、先生にもし脱いでバレるようなことがあったら、ボールペンでやらかしました、ゼッケン今発注中で私の服ありませんって言ってください。でも別に脱ぐことないって。脱ぐことないけど、万が一脱がなあかんことがあったのに。何それ、ボールペンでやらかしちゃいましたって。あれだったっけ、身体作って。いや、もうそろそろのはずやで、1月やで。待って、嫌な顔する。どうしよう、行事いっぱいあるんやって。やばい。それは考えてしなかよ。あの、1日で乾くことはほぼないから。ママ、早く雪作りたい。雪は作れん。それで遊びたい。そういう、あの、来週の水曜日が雪やでね、待っとって。え、それで遊びたいの。総理、うん、元気やったらね。元気やって。はいはい、のんびりお送りしますが。あー、たったパンちゃん、声聞きたい。プリンクッキーとかもある。チョコレート美味しい。何がいるか見てよ。他に被害がなくてよかったね。じゃあマスクしようと。ね、な、うちのやつがダイレクトキャッチしとったね。あ、ちなみにハンカチ1枚ダメにしとったでね。あの、うさぎちゃんかなんかのちっちゃいハンカチ。あお気に入りやったの。結構気に入りやね。小学校の時から使っとるやつやで。あ、ボールペン。でもあれはまだ売ってるもん、お店に100均で。あ、